ベッドルームラディオクラブ、二十歳のシンガーソングライターマサが噂のアーティストを徹底調査。気になるミュージック探偵社。皆さんいかがお過ごしでしょうか。マサです。皆さん、僕のインスタグラムはフォローしていただいていますでしょうか。なんとですね、先日、まあ、ちょっとまあ僕のこの、まあ、容姿を生かしまして、あのカットモデルたりをね、やらせていただきました。その写真がですね、まあ、いわばマサのかっこいい写真がですね、インスタグラムに上がっているので、ぜひチェックお願いします。そんな日常を過ごしておるマサでございます。カットするね。なんで。というわけで、次世代を担うアーティストたちがパーソナリティを務める YouTube で音楽プログラム、ベッドルームレイディオクラブ、各週土曜日22時公開のこの番組は、私マサが毎回気になるアーティストを迎えて、なんで気になるのかというところを徹底的に探っていきたいと思います。ということで、今回の調査対象なんですが、りょうやまさんです。はい、いつも通り調べてまいりました。1996年、広島県出身。ピアノ教室を営んでいる家で生まれたりょうやまさんは、3歳の頃から自然とピアノを弾き始めました。その後、作詞作曲、吹奏楽、DTM、詩吟、ヒューマンビートボックスなど、さまざまな音楽活動に手を広げていきます。高校卒業後は上京して音楽の専門学校へ。昨年2020年にはソニーミュージックが主催するセミナー型オーディションザレッスンに9期生として参加。またその中から選出されたメンバーで結成されているアコースティックスチューニットプラソニカのメンバーとしても活動をスタートしました。チルやシティポップを基盤に揺れる楽曲を制作している今注目のシンガーソングライターさんでございます。というわけで、このね、番組を見ている方はもうほぼ知っていると思います。僕も参加させていただいてます、プラソニカの新メンバーさんでございます。なんですけど、実は、ね、収録では一回もまだご一緒したことがないので、どんな方かなと思い、今回も調査していきたいと思います。というわけで呼んでみましょう。りょうやむさん、よろしくお願いします。りょうやむです。りょうやむさん、さっき喋ったからそんな感じじゃなかったですか。いや、ちょっといいキャラでいたい。ああ、そういうこと。はい、あれですよ、プラソニカの新メンバーですけども、はい、収録を一緒にしたことない。そうですよね。どうですか、新メンバー。やっぱそのプラソニカっていうそのグループを見てたんですけど、なんかその画面で見てた中に自分がいるっていうのが、なんかちょっと今でもまだ違和感あります。なんかこうプラソニカに入って変わったこととか。やっぱなんか周りが動画見てるとか言ってくる。あ、結構いるんですか。はい、とか今までの音楽仲間の人たちとか、うん、見てくれてるし、今まで応援してくださった方々がまた違う一面をちょっと見せれてる感じがして、おー、そう、今すごい楽しいですね。ウキウキです、毎日。ウキウキと言えない。ウキウキ、ウキウキですよ。あ、あれウキウキです。ですよね。昨日プラソニカの動画です。はい、僕が出てますので、ぜひ見てください。見てください。みんなウキウキ。いきなり話変わっちゃうんですけど、はい、なんか調査をしてたんですね。はい、調査してるとき、なんか詩吟、さっきも事前、詩吟事前調査で見たんですけど、詩吟って何ですか。詩吟は、はい、何て言えばいいんだろうな。詩があってそれを吟じるんですか。吟じるというのは、はいはいはい、歌うっていうのに近いのかな。読むんですけど、なんか分かんないんで、まあ、やってみてください。マジでさ、俺吟を持ってこんな感じですかね。どんな感じ。こんな感じだった気がします、確か。これはなんでやったんですか、詩吟なんて。気づいたら連れてかれてて。詩吟に。そう、で、おばあちゃんがやってたんで、はあ、そう、そこになんか連れて行かれてて、気づいたらやってたんですけど。詩吟をやってた。そう、なんか調査すればするほど、りょうさん面白くてですね、はい、なんかテーマパークのテーマパークシンガー。20年か、20年からもうちょうど今、僕の時ぐらいから。あ、そうですね、にやってます、2年間だけ。テーマパークっていうのはどこのテーマパーク。いや、ちょっとそれが。あ、言えないんですか。言えないんですけど。あ、マジで。発信か。そのまま、要は、いただいたこのテーマパークで。はい。え、何をしてるんですか、テーマパーク。そう、歌を歌うショーがあって、うん、それに、出演させてもらってます。へぇ、週3回ぐらい。あ、結構。はい、そこではそのグループものだったんですけど、うん、その最年少だったんですよ。で、プラソニカに来て最年長になったので
ちょっとなんか弟キャラが抜けないだからちょっとガキっぽいですね。甘えようとしちゃう癖が抜けちゃうので、ちょっとしっかりしなきゃいけないなって。似てますよね、そういうとこ。じゃあもう一個、はい、気になったのあるんで聞いてもいいですか。はい、あ、ぜひぜひ。ビートボックスが、あ、ビートボックスは13歳ぐらいの時ですかね。これが、うん、に、まあ、カモネプ見てて、はいはいはい、でそれ見て見よう見まねでやったらぽいものができて、おいおいおい、これできたら絶対学校でモテるみたいな才能感じてモテたいがためにそう。というわけで今回はですね、そんなりょうえむさんにビートボックスを教わろうというコーナーでございます。はい、題してりょうえむくんのビートボックス技ばっかりしますあの僕まさくんのインスタグラムを、はい、インスタのライブを見たんですよ、はい、この前、はい、そしたらビートボックスやってるところたまたま僕入った瞬間やってて、かよ、あ、ちょっとじゃあ僕の今できる感じのビートボックス、ベストベストください。恥ずかしいな。いきます、はい、はい、で、まあ、これが今のまさくんのベストということで、ちょっとできてるとか言えよダメなのか、そっか、これがまさくんの今のベストベストですね。これを、はい、じゃあ今日はここまでやろうみたいなのを僕がちょっと考えますね。なるほど、はい、じゃあ画面の皆さんもできるようになるような感じで一緒に練習していきたいと思います。わかりました、はい、ではまあ基礎の3つからまずいきましょうか。はい、まあバスドラム、はい、でこれはブって言うんですけど、ブっていう時に息だけでブって言うんですよ。あの、はい、これがバスドラムですね。で、ハイハットはツって言うんですけど、ツっていう時も一瞬できるって感じなんで、ツッ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 、だんだん声が、おお、すげえすげえ。で、最後スネアなんですけど、これはあの結構勘違いされやってるんですけど、息吸ってるんですよ。はい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 、するとこの喉を弾いた時の音が鳴るので、空気が擦れてこんな感じの音になります。で、このキック、ハット、スネアのこの3つを組み合わせるとこんな感じになります。ではこれをまさくん同じのをやっていきましょう。完璧。音全然違うな多分この音を違うって感じてるのは骨とか繋がってるからその多分聞こえが違うんですよ、うんうん、だから基本多分聞く側としては多分同じように聞こえてる。できてるってことですか。はい、完璧です。よかった。では中級はですね、あの最初にうんうんうんを混ぜましょう。ほう、うんっていうのはノイズベースっていう名前で、ほうほうほう、咳払いあるじゃないですか、はい、これをずっと伸ばすとおお、すごい、喉が擦れる音がするんですよ。咳払いから音になった。そうなんですよ。でこれでいくとこのまんま喋れたりもして応用が効くんですけど、これをビートに、さっきのビートに混ぜていきましょう。はい、ブンツッ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 、すごい、すごい、できてるえ、これ意外とできるまで時間かかる。俺6年かかりました。マジか全然つかめなくて、すごい、羨ましいな。ちょっとセンスを、伸びしろあります。じゃあ上級を、はい、お願いします。同時に音を2つ鳴らしましょう。はい、鼻から1つ、口からもう1つ音を出せるんですよ、実は。へえ、だから鼻歌でふーんふーんって言いながら、うん、2個同時に音が鳴るんですけど、うん、でそれを今回はやっていきましょう。はい、でこれはさっきまでと違うのは、あのさっきは声を抜いて息だけでやってたじゃないですか、はいはい、今度は口の空気だけで音を出すんですよ。ほうほう、ハイハットはもう下打ちです、これは。へえ、スネアもですね、あのこれは口の空気をこうこう、これ口だとします。空気をここにあの、つむった状態当てます。そしたら、こうなるんですよ。全然触んないだから、肺から出すんじゃなくて口の中にある空気を使うと、をポホ、ブフってやる。あ、なるほどね。ボツブフを口の空気だけでやる、はい、キックはどう違うんですか。キックは、で止めるんですけど、スネアはその後に余韻を残すんですよね。あの、あ、潰して、その、息を漏らすんですよ。あ、そう、なるほど。そう、そこの差があります。結構難しいんですけど、差を出すのが。
お、そう、それ、それ、完璧。やった。ではこれをハミングしながらできるようになりましょう。あ、さっきの鼻歌、はい、二つ出すってやつですか。はい。いきます。はい。お、え、できたでしょ。割といけてる。できてる、できてる。しかも、ハットの部分クリックロールっていう。っていうちょっと上級者向けのものを、あ、マジでやってる。これいけるんじゃないですか。あ、結構いけるっすね。今上級編ですよね。はい、上級編なんでもうコンプリートですね、とりあえず。ってことはもうこれを応用すれば、はい、もうもっとできるようになるんで。ビートボクサーとして今日から名乗ってもいいんですか。あ、大丈夫です。やっとこれまでできれば。じゃあ最後に僕とビートボックスゲーム予習復習、何ですかそれ、復習かけてやりませんか。はいはいはい、僕が最初にお題のような形でビートをやります、はいはいはい、ほいほいほい、それと同じビートをやってください。あ、じゃあ先行でりょうやまくんがやってくれたやつを僕は真似するっていう、はい、おー、それを無限にやっていきます。無限に、じゃあお願いします。じゃあいきます。あ、真似するんですよね、僕も。僕の真似をしてください。じゃあいきます。ロードクホームズ。続いてのコーナーは、不詳私マサが泣け出しのイケボを生かしてゲストアーティストの歌詞の中からその一部を抜粋して朗読。作品の中からアーティストの真相に迫っていきたいと思います。今回ピックアップしたのはライムさんでブレインという楽曲から。それでは早速朗読させていただきます。もし君が耳を持ち僕の声届くのなら、悲しみを笑う弱さを踏みつける。君が映してやまない目の奥でうずいている。残酷なものを消してください。はい、いい声、ありがとうございます。もうそれを今待ってる空間なんですね。早く言ってくんねえかなって感じで。この曲の歌詞の中、はい、歌詞はどういった内容が込められてるんですか。この曲はですね、はい、脳みそについて書いたんですよ。あ、そうなんだ。はい、脳みそについて書いた曲なんですけど、例えば僕たちが日頃感じているものっていうのは、それはあの脳みそが見せたものなのかとか考えたことってあります。あります、あります、ありますよね。なんかちょっと、まあ、いわばフェイクじゃないけど、はい、ちょっと自分で信じ込んじゃってるみたいな。見えたものってもう確かなものじゃないですか、はいはいはい、でそれを見せてるのって多分脳みそなんじゃないかなって思ってるんですよ。ほうほう。だから例えば幽霊が見えるって人とかいらっしゃいますね。あの人は本当にその脳みそが見えてるんだったらその人にとっては本当じゃないですか、はいはい、でも他の人から見たらそれは違うって言うけど、うん、その人にとっては本当のことで、うん、ってことはその何ですか、辛いものとかも見せてるのっていうのは脳みそだと思って、そう、それを消してほしいよっていう気持ちを聞いてください、ね、脳みそに対しての、脳みそに対しての曲ってことか。そうですね。はい、あれですね、この曲なんかミュージックビデオも、あ、そうですね、 MV の方が出てますので、ぜひ YouTube でちょっと真面目になりました。いえいえ。というわけで、はい、いろいろお話を伺ってきたんですが、そろそろお時間でございます。え、もうですか。もうなんです。もうちょっと喋りたい。いや、もうだいどうせビートボックスされるだけだから。いや、またぜひお話していただきたいんですけど、はい、収録とかでもね。そうですね、まだ被ってないから。でも、被りましょう。ここで最後、このコーナーですね、はい、ライブ演奏していただいてるんです。 あ、 ありがとうございます。させていただきます。いや、どんな曲をされるんですか。今日はですね、僕の何もないという曲をやらせていただこうと思ってまして、はいはいはい、まあ、この曲は失恋に対する虚無感で周りから何もかもなくなったように感じるっていうのをもう曲音楽に表現したものです、うん、じゃあせっかくなので、はい、りょうみさん曲振りをお願いいたします。はい、それでは聴いてください、何もない。本日のゲストは、ありがとうございました。あなたを吸い込んでゆく意味のないような世界へ変わってゆく。澄んだ大小のページ強がり任せで抜く歌帰り見れずに後ろめたくただ探してしまったんだ。透明なあなたの面影を
耳障りな誘惑があなたを吸い込んでゆく。意味のないような世界へ変わってゆく。錆びついた夜明けにただ息苦しく佇んで、見渡す限りに何もない、そう何もない。まさくん、またね。聞いていただいたのはルエムさんで何もないでした。いやなんだろう、歌詞とかをやっぱ着目して聞いちゃうんですけど、なんか古山さんはきっとさまざまな経験を積んでこられたんだろうなと思いました。喋っている時にはやっぱあんまり感じなかったこうセクシーというか、やっぱ大人っぽさを感じた曲でございました。そしてですね、今回なんか古山さんはそれこそビートボックス僕教えてもらったんですけど、知ってますか、古山さんって年上ですよ、4歳ぐらい上ですよ。なのになんかこんな、まあ、やっぱ生意気な僕と遊んでくれるばっか、やっぱこれからもなんかぜひぜひ収録あった時仲良くしてほしいなと思いました。そして僕も参加していますプラソニカでですね、りょうやまさんが参加していますシュガーベイブさんのダウンタウンという曲が昨日公開になりましたので、ぜひそちらも見てください。というわけでお送りしてきましたまさの気になるミュージック探偵社は今回の調査はここまでです。また次回もお楽しみに。お相手は20歳のシンガーソングライターまさでした。バイバイ。できねえよやっぱりなんかこれから先も君をずっと愛が寂しくないように。 Hey there cutie